こんにちは。ジャパンビジネスアシュアランスの公認会計士川口博之と申します。損益計算書、図に置き直すとどういう形なのか。売上があって、でかかった費用があって、で差し引いた部分が利益ですよ。これが最も単純な図なんですけれども、これだとあまりに単純すぎるので、このセミナーではこの費用をこんな形で分解します。売上原価、販売費用一般管理費、営業外損益、特別損益、それから法人税とで分解した上で、売上高からどこまでの費用を差し引くかによって、実は利益が5種類出てくるわけですね。具体的にはこんな感じです。スライドさせると、売上高から利益が12345と5つ現れます。見てください。階段の傾斜が非常に緩やかですよね。売上高に対して営業利益率は 52.6% もあると。売上高の半分以上が利益として残る。でさらに当期純利益率についても 36.2% もあると。稼いだ売上高に対して残る利益はその3分の1以上ある。ここまで高い利益率、収益力が高い会社というのはなかなかお目にかかれないですけれども、これ日本の会社です。日本のメーカーですけれども、何の会社かと言いますと、じゃあキーエンスという計測器メーカーですね。開発力が非常に高く、オンリーワンの製品をどんどん開発し続けている会社になります。